もう今日プール最悪だね。最悪、本当にもうやだ、朝からもうテンションガタ落ち。なんでプールあんの？めっちゃ寒いよ、しかも今日。やばいよね。雨の冷たさも風の眩しさも。待って、次体育じゃん。やばい、プールだよ。着替えるのだるいしさ、もうちょっとメイクもと、ちょっと早く行こう、メイク落としてないし。ごめん、私全部してきた、着てきたし、落としてきた。あ、何や、見て、ほら今日すっぴんじゃん。ブスじゃん。よく見てブスじゃん。え、ちょっと強め。それは強め。雨の冷たさも風の眩しさも。次のプールなんですけど、はい、気温と水温を足したら48度で、50度いかなかったので今日はプールできません。ということで、はい、体育着に着替えて体育館集合してください。全然冷たくてもいいから入り。え、先生今日雨降ってるけどプールないよね。いや、ありますあります。あの、雨降ってても、まあ、プール入っちゃえばね、あの濡れてるんでね、あの同じようなもんなんで、あの今日も、まあ、いつも通りプールありますんで、はい、じゃあ早く着替えて。え、正気、え、大丈夫、頭、え、え次プールの水着忘れちゃった。ええ、あ、待って、あれにするから生徒手帳を変えてくね。分かった、分かった。雨の冷たさも風の眩しさも。え、っていうかさ、普通にね、うん、普通に冷静に考えたんだけど、うんうん、やっぱりさ、プール嫌だけど、うん、嫌だけど男子がいるのが一番嫌じゃない？あ、そこだよね。なんでさ、なんで男子と一緒なのって、うん、小学校はいいよ。小学校は別にそんな気にしないでしょ。え、中高なんで？え、中高は、ま、中学はまだね、まだいい、ギリギリだけど許してて、うん、高校アウトじゃねえけど、ね、高校やばない？普通に考えてやばくない？普通に考えて、なんで普通の体育一緒にやんないの、プール一緒になってるの？え、どういう神経っていう、その、え、やばくない？やばい。なんか着替えが一番だるいよね。え、待ってフェイスタオル忘れたんだけど。え、最悪じゃん。え、もう絶対ここ背中にびしょになるじゃん、これ。めっちゃ濡れるやつだよ。最悪じゃん、貸さないけどね。僕今一度メイクするから、ちょっと先行くね、ごめん。うん、分かった、頑張れ。鏡持ってくね。見えてる？うん。それ次終わったら次貸して。あ、オッケー。え、ちょっと先生来たら言って。あ、分かった、ちょっと見張っといて。うん。雨の冷たさも風の眩しさも。はい、じゃあね、この教科書のね、セクション1読んでいきます。はい。There are many things that help people overcome tiredness or frustration. Work very many, maybe very busy too long time. The bureaucracy of workers can be worthy of them providing this is a bit more. As a city to bath, eat, bike up to the bit, and eat, eat, while I eat, into the day, 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 day. Of workers can be worthy of them providing this is a bit more. As a city to bath, eat, bike up to the bit, and eat, eat while I eat, into the day, day, day! 来たら言って。あ、分かった。ちょっと見張っといて。うん。OK, OK, 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 OK,